第4章アドウィンフィニタ。もう章の名前がタイトルになってんな。なんだろう、クソ長廊下だね。水浸しのところだな。あ、鏡だ。ほんのわずかにきらめく鏡に自分の姿を見た。鏡が取れたのって最初取れたよね、確か。これ鏡を集めるゲームだと思ってたんだよな。でも2回目のボス、第2章では違かった気がするな。ベッドと絵がありますね。お前のせいなんかじゃない。思い出した、言葉はあまり必要ではなかったこと。また兄弟に戻ったのだ。あー、やっぱりもしかしたらその倒すではなくて救済するみたいな。のが、一つの正解というか、エンドが変わってくるのかな。これ戻っていいのか。先じゃないよね。道が変わってる。右と左、脳筋は右。あ、リコさんこんばんは。ん？これは？これ、ん？第2章のやつだな。祖国のために死ぬことと使命。すべての命が終わりを迎える。息の根を止めることで亡弱さと腐敗を一掃することができた。第1章、第2章、第3章のあれかな、ボス戦で出てきた結果をここで言ってんのかな。ってことはもう終わりに近づいてんのか、これ。母、父、兄って感じか。ああ、比率の問題ね。その可能性もなくはないのか。井戸だ。これはあそこだね。温室みたいにあったとこみたい。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。主、私と共におられるから。パウルへ、私は死にたかった。お兄さんへ、あんなことをしてしまったから。聖母マリアはあなたのことまで連れ戻してくれた。あなたたち二人のために生きることを決意した。あれは。マサイを恐れない。パウル母へ。あ、これ、手紙の内容だな。母はでも確かに木の方に向かってなんか黄昏れてるじゃないけど、なんかしてたから、あれは救済したになってたのかな。どうなんだろう、わからんな。どっちに向かってんのかが。でも2番目は父さん今死んでたもんな。あ、証拠だ。まだ分からんのか。
干渉はあれど反証はない。我らにとってはな。あ、殺された。すごい、捕まってるみたいになってるけど。兵士勲章と認識表、これで再び戦場を動くことができる。湧き立つ誇りを抑えながら認識表の刻印を読んだ。パウル・フォン・シュミット・ベルリ。戻ることができる。敗北、精神病院へ行き着く。結局精神がおかしいっていう判断になったのか。どういうことだ。ワイヤーカッター、リュック、生きる選択。ん？これで終わりか？出れないもんね。どういうことだ？真実を真正面から見る。敗北。真実を真正面から見る。真実を真正面から見る。真実と分解の時間。ん？母。ん？ 2 番目のやつだ。あー、その悪魔の魔族じゃないけど、2番目は父の魔族のやつだよね。に殺されたっていうことか。まあ幻覚なのかどうかは分かんないけど。第一次世界大戦の死者数は2000万人に及ぶ。終わりのない苦しみが世界各国に蔓延し、家族は離散し、人々は心身に傷を負って生涯を過ごすこととなった。これで終わりなんだ。早かったな。第4章。ってことは、続けるでできんのか。いや、新規でやんないといけないのかな。いや、この感じ新規だな。なかなか深度だね。ちょっと何回か死んでもいいから、死なないじゃねえな。救済するこいつの攻略の仕方をやっていきましょう。そう、前回は父上にやられたん、あ、違う、勝っちゃったんだよ。
はい。あ、開いた。これで。あ、開いたり開かなかったりだな。迂回させた方がいいのか。迂回させる。待て、お前を救済しようとしてるんだぞ。圧力を下げることがに意味があるってこと？あれ前回刺したよね確か。腐敗に明晰を与えるという。実績解除したな。実績解除したってことは違うなこれ前回と。王冠を取った。その傲慢なやり方を改めますみたいな意味の王冠を取ったのかな。お、前回何取ったっけ。鏡じゃなくてなんか違かったよね。おー取れた取れた、やったぜ。ついに来ましたね。お、実績解除した。鏡を完成させる。ってことはこれを見るのか。お、いけた。3つ扉があるわ。さっきの扉の感じとはまあ一緒だけど、ここだよね。これが第2章の
エンディング、ああ文章が違う。祖国のために死ぬこそ、死ぬことこそ使命。私はなぜこれほど盲信的だったのだ。なぜこうも卑劣だったのだ。アール、お前は生きている。お前の兄さんもだ。どうか私を許してくれ。いい父親ではなかったし、マドレーヌにとっていい夫でもなかった。アール、ここからやり直すにはどうすればいいだろうか。信じてくれていなかったことだが、気がついてくれた。なるほどな。気づき、救済という名の気づきなんだろうな。父っていうジャンルは、ジャンルというか第2章っていうのは。あ、で道がどんどん減っていくのか。さあこれは第一章ですね。たとえ死の影の谷を歩むと、私は災いを恐れない。主は私と共におられるから。アールへ、私は死にたかった。お兄さんへあんなことをしてしまったから。聖母マリアはあなたのことまで連れ戻してくれた。あなたたち二人のために生き残ることを決意した。まあこのパウル一家というかね、この家族が救済という道を選んでみたおかげでどうなっていくのかっていうところがこのエンディング。パウルはまあ戦争に行っちゃってるんだけど、オープニングというかね、プロローグのところを見ると、あれは兄だったのではないかなという感じ。まあ、あれがパウルだったとしても、そっから戻ってきた時に家族がバラバラになっていなかったらどうだったのかというのも気になるね。お前のせいなんかじゃない。また兄弟に戻ったのだ。さあこの先ですよね。どうなっていくのか。暗転だ。あ、電話だ。あ、通信文、通信紙のとこ。フォン・シュミット少尉、貴殿の名を高める時が来た。皇帝陛下と陸軍最高司令部は君の働きに期待している。朝焼け作戦だ。兵士たちに伝えよ。すべきことは分かっているだろう。やるのだ。突撃命令を出すのだ。トゥー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 か。言ったことかよ。自分で足を打て。なんかしろよ。パウルがしないなら僕がする。死ぬことになるんだぞ。頼むよ。ここから逃げるんだ。関係ない。告げ事したことなんて起こってない。お前はまだ幼かったんだ。許されてるな。お前を連れ出すのは父様きっての頼み。直接頼まれた。それがどういうことか分かるか。上層部から情報を聞いたってことだ。父はパウルを助けたいから、その指示を兄からさせたってことなのかな。
やっぱり家族が大事だという結論なのか。その軍服はゴミ、家の名前もゴミ、お前の死だってゴミになる。そんな、腕章というか肩のね、証をつけてるなんて、時間が足りてないだけ。お次は僕たちまで、死んだ屍を出す頃かなに送るつもりなんだよ。そんな無駄死にしたってどうすんだっていう意味なんじゃないかな。どうなるんだろう。僕が裏切り者？それは最高司令部だ。みんな裏切った。僕たちだけの問題じゃない。パウル、中隊全員の命がお前にかかっている。全てはお前次第。その意味わかるか？本当にわかるか？考えておけ。人生で一度決めろ。自分の意思で選択しろ。頼んだぞ。これか。ん？違うな。もっと奥があるか。いや、本があるな。証拠だ。兄か、ヨハネス。そうだよね。やっぱそうだったんだ。反証はあれど反証はない。我らにとってはな。狂人め、老いたアダナスにも狂乱して度胸もない。臆病でおぼつかない老いぼれが自分の代わりに子供たちを戦地に送る。戦えない変質者に慈悲深き死など生ぬるい。奴らの終わらない苦難痛み、それが君の血に流れている。だが君は奴らよりもひどい。偉大なる勝利は中隊を丸ごと仲間たちと共に散るぐらい気概をなぜ見せなかったのか。触るしかない。ん？知るくらいの気概を見せなかった。それを思い出したってこと？投票用紙、ドイツ国民議会憲法制定会議、プロイセン州議会投票用紙、有権者は以下の通り、カール・フォー・シュミット、マドレーヌ・フォン・シュミット、ヨハネス・フォン・シュミット。
20歳未満のご家族の方に選挙権はございません。パール・フォン・シュミット。身分証明としてこの用紙確定申告、軍籍書類などが有効。パール。中隊の写真。ヨハネス。兄の日記。最後のページ。あの子と話してはみたけど、僕の言葉を聞き入れてくれたかはわからない。ドイツ軍捕虜であるパウル・フォン・シュミットがフランス・ル・ヴェルネ収容所から釈放されたことを宣言する。シュッ、ビクワイト。アイヴリー、ヘッズアップ。あ、明転した。What a rut! Throw him back in the mud. Maybe he'll grow a little. He probably doesn't speak a word of French anyway. もう帰ってこれたってことだよね、釈放されて。You! Hands up, I said! あ、家族3人。あ、生きてるんだ。ヨハネスはこう、アギー氏だ。あー、なるほど。戦争は終わったよっていうことか。もう父ももう関わってないし、母も、ってか家族がね、しっかりとつながっているというか。っていうところで、あー、手を握って。家族と再会するという実績解除しました。この第一次世界大戦死者数は2000万人に及んでいる。終われない苦しみが世界各国に蔓延し、家族は離散し、人々は心身に傷を負って生涯を過ごすこととなった。過ごすこととなったけど、何よりもバラバラになっていたであろうその家族っていうのがね、戦争が終わることによってというよりは、パウルがね、その魔物と戦うことによって、未来が変わり、未来というか現実かな、そこで、その未来、明るい未来ね、みんなと一緒にいる未来っていうのが見えたというところですね。ただ将校のように戦争に対してやっぱ祖国、愛というかね、母国愛というか、かなり忠誠を誓っているようなね、人もいて、その人を指示を従わなきゃいけなかったりとかね、いろいろすると思います。最後将校に何をしたかっていうと、多分ハグをしたと思うんだけど、もうやめましょうよっていう感じだったのかな。まあ、説得できたとは思う、まあ、到底思えないけどね、将校の口からすると、言ってることからすると。ただあそこでイエスサーっていうパウルではなかったよっていうところは一つ言えるかなっていう感じかな。はい、ということでアドインフィニタム、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、Twitch の配信の方では言ってたんだけど、すごいビサージュとか、レイヤーズ・オブ・フィアとか、そっち系に、作りが、似てるよねっていう話はして、
一つの家の中に戻ってきて、それぞれ家族の話が進んでいったりとか、ストーリーが進んでいくっていうところのシステムは似てるなっていうところで、またこのアンドインフィニタムっていうのもクオリティはかなり高くて、その鍵だったりいろいろ開けなきゃいけないところのパズル的要素、謎解き要素プラス追われるっていうところ、あとびっくりさせる要素、いろんなねホラーゲームとして大事だったり、それが武器になるところがかなり磨かれてるって言っちゃあれだけど、すごく秀逸でしたね。クマクはかなりこれは、クオリティの高いホラーゲームだと思いました。はい、ということで、今回はアドインフィニタムでね最新作やらせていただきましたけれども、またこういう作品ね最新作やってきますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで皆さん良き夜をお過ごしください。